はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、カジキリュウタです。さあ本日なんですが、令和のカジキデッキを組んできたのでね、ご紹介していこうかなというふうに思っております。皆さんは伝説のフィッシャーマン3世というモンスターご存知でしょうか。これイラストめっちゃかっこよくて、まあ、カードすごい好きなんですけど、こいつすげえ出しにくくて、今まではめっちゃ大変だったんですよ、こいつ活躍させんの。あのね、今回新パックでその水属性強化されまして、いろいろねサーチとか結構増えたんで、こいつめちゃくちゃ出しやすくなったんですよね。まあ今回ちょっとこれをね、ちょっと、お披露目していきたいなというふうに思ってるんですが、こいつどういう効果を持ってるかっていうと、まずねフィッシャーマンっていうモンスター、一体をリリースしないと出せませんよと。まあフィッシャーマンは、これです。これね、これ皆さんもご存知でしょう、よくね。これ昔はまあ結構活躍できるレベルでまだギリだったけど、もう今これ使ってるやついねえだろみたいな感じなんだけど、これと、あと、フィッシャーマンになれる伝説のフィッシャーマン2世、これをリリースすると一応出せるよっていう、効果なんですよ。で、こいつ何するかっていうと、特殊召喚に成功した時に、相手のフィールドのモンスター全除外とかいう、ガチやべえ効果持ってるんですよ。対象取らず全除外。そして耐性。鬼の耐性。フィールドのこのカードは戦闘効果では破壊されず、魔法トラップカードの効果も受けない。これやばくないですか？だからまあ、モンスター効果でバウンスとか、モンスター効果での除外とか選んで、とかは一応、選ばなくてもいいのか、除外とかは効くんですけど、基本的には、破壊されないし、魔法トラップカードも受けないから、めっちゃ硬いんですよ。これをね、今回は活躍させていきたいと思ってます。で、まあ、令和のカジキデッキなんで、カジキが使ってるカードを適当に入れたんですけど、まあ、城塞クジラとか、大要塞クジラ、これあの新パックで登場した、城塞クジラのなんか、あれですね、リメイク版みたいなモンスターなんですけども、この辺入れて、で、あとはもうサーチ、まあ、ソナーとか、あと、オロフクからの氷結界とかで、まあ、この辺のフィッシャーマンとか、まあ、クジラとかをサーチしてきて、で、展開はもう、このフィサリアに任せる。まあ、フィサリアかトレモラに任して、フィサリアだったら、海送ったら、水属性出せるし、トレムラも同じような感じで水属性出せるんで、この辺のモンスターの効果を使ってフィッシャーマン展開して、でフィッシャーマンをリリースして、うおー伝説のフィッシャーマン参戦っていう動きをね、皆さんにお見合いしていきたいなというふうに思ってます。でこれ一応ね、水属性で統一されてますんで、まあ、シーステルスがめっちゃ強いんで、まあ、シーステルスビートしながら、海ビートしながら、まあリバヤさんだけ立てても別に強いですから、まあ普通に環境でも戦いますし、ある程度ね、ですし、まあ、ロマン性もあるし、まあ、非常にね、僕好みのいいデッキになったんじゃないかなと思うんで、早速ね、このイラスト、バックアドの、カジキリュウタ君を使って、デュエルしていきましょう。デュエル、スタンバイ。これ、令和のカジキ君さ、なんか、海の力を見せてやるぜよって言いながらさ、ガチゴミモンスターで制圧するの、めちゃくちゃうるさいと思うんだけど、これ本当に令和のカジキかってなってんだよ、今。あ、やめて、これは。ちょ、それやめて、やめて、やめて、うーわ、キモ。きっしょ。それはないわ。ちょっと、いや、もう結構きついぞ、俺、実は。このね、アトランティス止めるの意外と分かれてなことあって、これマジで海ないと結構何もできないみたいなとこあるんですよね。フィサリア、いや、これマジで何も用意できないぞ、海。まずいんじゃねえか。まあ、一応フィサリア召喚するか。で、出しますか、2世は。まあ、これ何デッキだって話よね。このデッキは令和のカジデッキなんだから、初手からいきなりクラゲで自分自身を召喚していく。海の力を見せてやるぜよ。このモンスターは、フィールドに存在する限り、伝説のフィッシャーマンとして扱います。僕の名前は伝説のフィッシャーマン。まあ、2世っていう名前忘れてください。いや、めちゃくちゃ弱い。盤面めちゃめちゃ弱い。地獄の盤面できた。海がないとね、フィサリアも効果届けないし、今マジで何もないです。氷結界ぐらい。ソナーちょっとね、かぶってるとね、あれなんですよね、2機は搭載できないんですよ、ソナーは。魚群探知機は。なので、まあ、1機しか搭載できないんですけれども、記憶か。あ、ジャックナイツ出してくるやつね。 OK、 いいよ。はいはい。で、首相のジャックナイツで、これ以降ジャックナイツしか出せないっていう制約つくよね。まあ、つまりそんなにやばいことは起きないと。まあとりあえず、まあまあやばいかでも十分、ジャックナイスだけども。で、主張は除外するとなんか、違うジャックナイス持ってこれるよ、効果で。あ、それサーチジャックナイスね。あ、で縦列作っていくスタイルね。あ、オッケー。
これ宮下さんがね、なんかお気に入りで使ってるらしくて、宮下健翔さん、宮下草薙の。宮下さん、マジで、なんかあの、遊戯王の知識量半端なくてすごいよね。なんかちゃんとマジで遊戯王やってる人って感じがして、すげえなっていつも思いながら、なんかいろんな番組見てるんですけども。まあ、でもそんな、まあ、言うてそんなやばいこと起きんやろ。で、2体で、あー、明星ね、OK。で、明星手札からジャックナイツか生物捨てると、生物カード持ってこれる予報か。はい。で、真相、これモンスター効果無効のやつですね。はい。で、継ぐもの発動。で、リンク先にモンスター何でも特殊召喚ができる。いや、これ強えな、マジで。これ真相やばいぞ。これ氷結界踏んでくれると嬉しいな。で、コンペのジャックナイツ。いや、これね、明星のジャックナイツそのまんまなんか、置いとかれるのが一番きつれ。あ、OK。で、成婚、OK。これダイレクトできるんだよな。同じタイトルで他のカードがそんなにしない場合、このカードは消失できる。なるほど、OK。でかい、これは。これって別に、大丈夫だよ、破壊できるの、これ。氷結界発動。氷結界の方が、打点がゼロになるぜ。よし。OK! やべえ、氷結界のみで、この盤面守れたぞ。神ゲーか氷結界のみで、この盤面守ってるのめっちゃ強えな。終了時、サーチよ、一応。一応サーチよ。いや、これさすがにこれ、令和のカジキだって言ってたから、これ三世だろ。さすがに三世。さすがに三世と見た。で、伝説のフィッシャーマン三世を手札に加えていくぜ。よーし。こいつはちなみに、相手のね、一切、効果、ま、魔法トラップカードの効果を受けず、戦闘効果で破壊されないみたいな効果なんで、まあ、モンスターの効果は一応受けるっちゃ受けるけど、まあ、でも受けないみたいなもんだよね。戦闘効果で破壊されないんだから。で、海竜神リヴァイアさんをとりあえず手札に加えて、で、海竜神リヴァイアさんを出しに行くスタイルでいきますか。まず電気クラゲフィザリアの効果を発動。手札フィールドから、あ、デッキ、手札デッキから海を墓地送って、手札から水属性モンスターを特殊召喚できる。なるほど。真相は、墓地から生物を蘇らせて、で、そいつの効果を無効にするっていう方がね。あ、サテレツの。生物、あ、ジャックライツと同じサテレツのモンスターの効果を無効にするっていう効果。で、これで、フィサリアの効果無効になっていく。これ強いんだよね、これ結構。で、見せるしかねえ、海の恐ろしさを。伝説のフィッシャーマンを、リリースし、あらあらろ、伝説のフィッシャーマン、賛成効果発動。特殊召喚に成功した場合、相手のフィールドのモンスターを、すべてゲームから除外する。なに、本的のジャックナイツは、あ、じゃあ、ぴょんぴょんするやつだな、これ。フリーチェーンでぴょんぴょんするが、このモンスターは魔法トラップカードの効果を受けないため、すべてのモンスターを除外される。このモンスターの効果を、魔法トラップカードの効果で無効化することはできない。そして、モンスター相対をリリースし、アドバンス召喚、あらあらろ、海竜神リヴァイアさん、効果発動。海竜神リヴァイアさんの効果により、ダーニやるな。確かに無限砲、こいつは無限砲がめちゃくちゃ効くぜ、効くぜ。フィッシャーマンくんの効果一応使っておいてダメージ倍にしますか。フィッシャーマンの効果使ってダメージ倍にした方がいいですね、これね。相手の除外したカード全部戻せんのめっちゃ強いよ、これ。ほら、戻れ墓地に。よし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 。強いぞ、バトルヘイザー。いけードラー、4000ダメージでけー。よし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 。まあ一応リヴァイアさんの効果は海ないと適用できないんで、まあこいつはバニラみたいなもんですけども、まあさすがに伝説のフィッシャーマン3世は抜けねえはず。こいつはね、戦闘効果では破壊されなくて魔法トラップカードの効果受けないっていう、ね、やばいこと書いてあるんで、まあモンスターの効果で、まあ、バングス何ダニーダニーくさまエンドフィスか。よくもやってくれたな。俺のフィッシャーマンもめっちゃフィッシャーマン来る。フィッシャーマンめっちゃ来んじゃん。さあ、リヴァイアさんの効果増殖処理いいよ。別に特殊召喚なんてしねえよ、このターン。リヴァイアさんの効果により、アトランティスを手札に加えていくぜ。そしてアトランティスを発動。さあ、海の恐ろしさを見せてやるぜよ。いけ、バトルフェイスだ。
ちなみに伝説のフィッシャーマンは魔法カードの効果を受けないから打点も上がらないぜ。うおー、ジャックナイス取ったぞー。今日は大量じゃい。おー、まあ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 、これは普通に激もろく決めるだけしかできない俺。海竜神リバイアさんを召喚。海竜神リバイアさんの効果を発動するぜ。おっと、なんかあるな。海竜神リバイアさんは海かリバイアさんかシーステルス関連の何かを持ってくることができるぜ。どうしよう。これは激高かな。このデッキあまりにも回す時間短すぎるな。これで終わりなんだけど展開。あのさ、最近新パックで強化されたデッキいくつか使ってるじゃないですか僕。マリンセスとサラマングレイト結構最近まあ気に入って使ってて、意外とやっぱ時間がすごいかかるんですよ、まあ、特にマリンセスなんですけど、このデッキねマジでね、あのねモンスター1体召喚してエンドザラにあるからね、あまりにも楽だね回すの。時間めっちゃ余るし、これマリンセスちなみにあと残り100秒となりますからね、普通に回してると。なんか相手の妨害とかなんかその踏むとなんかいろいろ考えながらやってるとか残り100秒くなってて、やっべってなるんだけど、無限法よ。当たり前に強いカード使うんじゃねえ。くそ、無限法よには弱いです。ちなみにこのリバイアさんはなんか水以外は本当、あ、だからこれ闇じゃないですか、これ今闇しかもう存在できませんってなるんですよね。だから1体しか、しかもだからエクサデッキから闇で出せませんし、もう基本的にはこいつしか出せないです、もうもはや。で今無限保有で無効になってるから何も制約なく相手展開できますけど、本来であればもう何も出てこないというモンスターがもはやめちゃめちゃ強いですね。でアルベル君は、はい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 、まあアルベル君はいいや、アルベル君はいいで、楽園融合はいい、 OK 了解で、楽園融合了解。まあシステルスで逃げれるんで、まあ多分ミラージェイド出てきても一応かわせはするんで、まあ、ミラージェイドしかもなんかシーステルスの効果を除去しないとミラージェイドは破壊されちゃうので、これ結構相手きついと思いますよ。アルビオンね、オッケー、なるほど、あ、確かに確かに、そうか、アルビオンの方か、そうか、ラクインドラゴンメイドはアルビオンの方だった。いいよ、もうそれはもう全部通すで、ミラージェイド着地したら激流層ぶち込んで、激流層に、2面でぶち込んで開幕あるから1回耐えられるから激流層2面でぶち込んで、で、まあ、使わざるを得ないから効果だ、そこをシーステルスで逃げていくっていうスタイルですね、俺ね、はい、もうね、全然いける、この盤面作られても全然いける。で、レベリオン効果、まあ、そこもいい、する、まあ、全然する、全く問題ない、いいよ、好きな時に展開しな、ミラジェイ OK で、ミラちゃん着地したところで激流層ぶっ込んでいく、で、これ1枚開幕あるんで耐えられるんですよね。で、チェーン激流層、激流激流。海の恐ろしさを見せてやるぜよ。開幕は1回しか発動できないぞ。オッケー、こうかな。よーし、いいだろ。逃げろリバイアさん、シーステスアタックの効果を発動。うわー、トゥよし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 、逃げろリバイアさん、うわー、さあミラージェルなんか除外しなきゃいけないな、何かは除外しなきゃいけないな、オッケーで、激烈の効果一回耐えるか、はい、どーん、はい、どーん、オッケー、よーしよしよし、今日も安全だった、今日も吠え笑った、海は海の安全は守られた、ドラゴンメイドの心尽くし、いや、これ心尽くしして、これもしかしてあれ、出ます、これドラゴンいます、これ、いや、シュトラール出てくるとそれはそれでめんどくせえ、あ、でも殴ってから考えればいいからいけるか、あ、コリドー君か、なるほど、コリドー君、あー、なるほど、超雷竜が飛んでくるやつね、いや、超雷竜ちょっとめんどくせえな、破壊耐性1回持ってるモンスターってシーステルスのなんかその破壊効果を貫通してくるので、ちょっとね、破壊耐性に弱いんですよね、シーステルスって。バトル OK 2600、まあそれはいい、クラウド OK 全然いい、まあ、それじゃドラゴンじゃないからシュトラルは出ないと。でアルビオン効果で赤の楽園かなんかセットされた感じ、まあ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 しょうがないね、あ、しょうがないね、いや、でもこれもう一回やるか、ミラジェル飛んでくるのか、じゃあ
リバヤさんはとりあえず、あでもこれでリバヤさんの方が復活してるから大丈夫か。リバヤさんの方が復活してるからもう相手は水属性以外はセンサー判別。とりあえずフィッシャーマン2世でビートするしかないかもしれないですね。これフィッシャーマン2世でビートして破壊されてレベル7持ってきて、これで一旦こいつ、これシステレスの一応破壊効果あるんですけど、ネメシスコリドあるから一回耐えられて、はい、オッケーで、バコンって、やられて、うわ、2世くっそ、しょうがねえ。これで、リバイアさんでぶん殴って、シーステルス効果で、超雷竜を処理。オッケー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 。で、これでサーチ入るようになったから、メインズ入って、で、リバイアさん効果発動。リバイアさんの効果により、海関連のカード、またシーステルスカード、またはリバイアさんカードを持ってこれる。よーし、シーステルス1、2揃った。シーステルス2を発動。オッケー。よし。これでまあ、とりあえずまあリバヤさんビートになってしまってはいるが、これは相手の展開が強すぎてリバヤさんするしかないので、まあこれはターン終了するしかないですね。まあ次あたりちょっと、アンガンのリバヤさん引いて、フィッシャーマンを出していきたいところですが、あーオッケー、赤の楽園ね。で、赤の楽園でアドリビデム回収して、で、融合していくと。オッケー。まあ、その代わり、水属性以外は1体までだぞ。1体まで、1体まで。水属性以外は1体まで。アドリビデム、ニビル、マスカレイド。マスカレイドはまあ別にいいか。マスカレイドそんな関係ない。開幕もないし大丈夫。まあちなみに、アドリビデムの効果は、リバヤさんの効果で発動できませんので闇属性しか今入れませんからね。あ、ソナー来た。ソナー来た。ソナーはでかい。フィッシュソナーの効果を発動するぜ。さあ、ソナー効果によって、何らかの、水属性モンスター。いや、これさすがに伝説のフィッシャーマンだろ。フィッシャーマンデッキだって言ってんだから。行け。伝説のフィッシャーマン。うわーうわーバトル。とりあえずちょっと効果、発動するか。シーステルス2の効果発動。シーステルスの効果によって、よみがえれ、フィッシャーマン2世。うおーかっけかっこよくね、かっこよくね、このまんめで、フィッシャーマン1世でアタック。うわー、バカタレがおらっしゃー。オッケー。そしてリバイアさんでアタック。オーケー。そしてシーステルスの方が発動。2世を除外することによって破壊から免れるぜ。バトルフェーズ終了時死んじゃうっていうね、一応効果あるんですけども、まあ、それをシーステルスに無効にしていくっていうスタイルですね。完全に盤石。盤石すぎる。あまりにも。セッツ。さあ、かかってこいよ。ターンを終了するぜ。さあ、よみがえれ。2世。うおー、あと3世だけや。あと3世だけ。いや、でも3世はちょっと出すのむずいな、これ。1、2、3並べたかったんだけどね。ちょ、3世むずいね、これ、この盤面だと。ソナーか氷結界があればいけるわ。お召し替えは別にいいわ。お召し替えは別にシュトラール出てきたところで、俺たちの、抜けないだろ、お前。ハスキーか。まあ、いいわ、ハスキーは。よっぽどどうでもいいわ。よっぽどどうでもいい。ハスキーとかマジでどうでもいい。オッケー。よし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 。余裕すぎる。あまりにも余裕すぎる。いけるいけるいける。全然いける。いや、惜しかったら2世。2世1世揃ってるから3世出してあげたかったんですけどね。まあしょうがないですね。一応リバイアさん効果発動して、いやこれ3世出せないもんな。どんだけ頑張ってもアンガン発動しても3世は出てこないしな。しょうがないねこれ。一応召喚して、でバトルフェーズ入るか。バトルフェーズで2発動。行け大要塞クジラ。おりゃおーらしゃー、これが海の恐ろしさじゃい。海を舐めると痛い目に遭うぜよ。対戦ありがとうございました。森で突く攻撃、よし完璧だ。三世すまなかった。サーチタがないんだよお前。レベルちょっと1個下げないか三世くん。
お、三世来た。三世来た。これ、初手いきなり三世出すムーブできるわ、俺。いきなり三世初手爆弾する可能性ある。金剣。あー、間違えた。合金。これ鳥使いですかね。いや、これ鳥使いの可能性でけえな。合金最近もうなんか鳥使いめちゃくちゃランク戦増殖してますね、今。やばいですよね。なんか普通にリンクレギュレーションのイベントでもなんか、絶対生まれるでしょ。フワンダリーズ。うわ、何？アトランティス。バカな。相手もあれか？海デッキか。ちなみに、全然関係ないんだよね。このデッキ、海。マジリヴァイアさん関係なくて、だって水属性なんだもん。全部。リヴァイアさんには強いですよ。ちなみに。しかも、三世くんは戦闘効果で破壊されないから、あー、でもこれアトランティスが無効にされると、あ、でも大丈夫か、別にアトランティス。向こうがアトランティスあるから大丈夫だ。向こうにアトランティスあるから大丈夫。いや、これ逆にありがてえわ。アトランティス張ってくれて。全然いける、全然いける。で、フィサリアからの、ダイダロス。やば。リヴァイアドラゴンダイダロス組んでできた。ダイダロスとかってこれ俺以外に、やばい！うわあ！やばい！やめろ！そんなことしてはいけない！そんなことしてはいけない！うわあ！そのギミック俺以外に使ってるやついたんだ。やば！絶好ネオダイダロスはさすがに厳しい。やばい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 。死ぬ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 。やばいやばいやばい。回答札引け、回答札引け、回答札引け。頼む、なんか来い。ドロー、アトランティスの戦士。いや、もう行くしかねえか。これ行くしかねえか。次殴られたら死ぬ。アトランティスの戦士を召喚。うおー、激流走ネオダイダラソー、処らせてくれ。頼む、取ってくれ、頼む。よし、耐えた耐えた。危ない、危ない危ない危ない。超結界やばい。超結界の効果。なんか持ってこれるやつな、これ。なんだこれ。え、あーと、フィサリア、フィサリアか。いや、フィサリアきついな、でも。フィサリア普通にきついな。フィサリア普通にきつい。やめてくれ。それで、殴ってくれ、一体。一旦。終わったー終わったー。すえおかしいな。俺先行ネオダイダラスとした試合全部負けてるんだぞ。ふざけんなよ。